日本の小学校、中学校、高等学校などは3学期制を採用しているのが一般的だが2学期制を採用している地域や学校も少なくない。日本の第1学期は4月から始まる。大学などの高等教育では2学期制が一般的だが一部は3学期制を採用している場合もある。二学期制の場合は第一学期を前期。 第二楽器を後期と呼び、これをドイツ語や英語ではセメスターに由来という。ヨーロッパでは夏楽器、冬楽器という場合もある。四楽器制を採用する国としてペルーがある。また、楽器制そのものを採用していない国としてネパールがある。なお、日本の大学は小、中、高等学校と同様に4月から始まる。欧米は9月から始まる。 国外からの帰国生徒の円滑な受け入れのために、9月入学を受け入れている大学もある。3学期制における8月を1学期もしくは2、学期のどちらとして扱うかに関しては、各機関により異なる。ありがとうございます。